はいどうも、西中タウン。早速歌わせてください。大暴落。はい。大暴落。はい。不景気、不景気、大暴落。はい。大暴落。みんなも一緒に、大暴落。はい。大ブ、やめろ!やめろ!仮想通貨に全財産337万円投資している僕の今週の収支。すごくショックを受けてます。今月の収支。プラス域からの急激な落下。急激な落下のことなんていう?暴落だよ!100万超えて150万、200万っていこうと思ってたところこれだよこれ。そして、仮想通貨投資を始めてから今までの収支。あのさ、ひどくない?プラス域になったのわずか数日。そしてまた地下生活。ここまで値動きが激しいと、本当に精神鍛えられるよ。これさ、今だったら、術式反転しても構わないんだけど。これまたあれじゃん。2023年度末までに、ビットコインは何々円に到達します説。これ全部崩壊してんじゃん。1000万円に到達するって言われてたのが2022年だよ。何これ?いや、マジで言わせてほしい。何これ?今、380万円くらいで推移してますけど、今回、どうして仮想通貨の大暴落が起こったのか。それは、中国の大手不動産開発会社、こうして、恒大集団が、アメリカのニューヨークの連邦破産裁判所に、破産法の第15章の適用を申請したことが要因の一つなんだって。まあ、他にもいろいろ要因はあるんだろうけども。中国政府による不動産業界への資金調達の制限と、国内の不動産市場の冷え込みが、恒大集団を含む多くの大手不動産企業に、債務不履行の危機をもたらしていて、さらに、ゼロコロナ政策もこの問題を悪化させています。ロックダウンや移動制限をしたことによって、人の流れだけではなくお金の流れも止まったわけ。まとめて簡単に言うと、中国経済がマジで深刻な危機に陥ろうとしているから、ビットコインも下落しそうだから早めに売ってこう。だから大暴落バカ野郎もうちょっと説明すると、この中国の不動産危機は地方政府の財政にも悪影響を及ぼして人民元の価値が下落、輸出入も減少して中国経済の成長を鈍化させている。中国経済は今成長するというふうには思えないんだよね。このような状況の中で金融市場全体に圧力がかかっていて、株価や暗号通貨であるビットコインの価格も下落する可能性が懸念されているから、早めにビットコインを売ってこうってことになったわけ。大暴落したってわけ。世界的な大きい会社がダメになると仮想通貨ビットコインは下落するってことだ。まあこれで今年2023年にビットコイン価格が1000万円に到達はおろか500万円にもいかないんじゃね説が出てきましたね。僕が会社を辞めるまでに最低でも2000万円くらいにはなっていてほしい西中でした。また次もさ見てくれよな。会社いつ辞めれるんだろう。